ーさんがいますので、はい、次今日は今週末イベントを行うオバマ店にお邪魔します。こちらがオバマ店一イケメン営業マンです。そんなことないです。10月13日14日の土日に熱と歌福井オバマ店にて大感謝祭を開催します。イベント内容としましてスタッドレスタイヤ早期ご予約会やご来店の方に焼きたての焼き芋、サイコロゲーム、スマートキー電池交換100円、お子様には飴玉のつかみ取り、お絵かきコースターを開催します。またスタッドレスタイヤご予約会では畜産限りの特化品、お買い得アルミセットなど数量限定品を多数ご用意しております。また受付からお渡しまで約1時間でできる絆車検の実演会を実施します。車検整備の様子をご覧いただけます。詳しい時間とはスタッフにお問い合わせください。10月14日絆車検の実演会を行います。早くて丁寧な整備をさせていただきます。安心して乗っていただけるよう点検整備の方をさせていただきます。よろしくお願いします。スタッフ一同、皆さんのご来店をお待ちしておりますので、多数のご来店をよろしくお願いします。ありがとうございます。最近田中さんのなんか面白かったことはありますか？面白かったこと、はい、ちょっと待って。じゃあオバマ店に来てどっかご飯食べに行くところでいいところはありますか？ご飯食べに行くところ、まあ、お魚が美味しいので、はい、まあ、ランチとか、地魚を食べてほしいです。ああ、ぜひ。あ、でも僕帰るときに食べて帰ります。はい、あとオバマ店のスタッフってどんな人がいますか？そうですね、ベテランから若いスタッフまで、はい、まあ、いろんなスタッフがいるんですけども、うん、宮川スタッフっていう、うん、今までには一番長く勤めてるスタッフがいるんですけども、まあ、仕事熱心で、うん、お酒にも強い、非常に頼りがいのある先輩、上司です。うん、よく飲みに行くんですか？そうですね、まあ、飲みに行くと一番お酒の量でも違いますね。あと若い人っていうと、そうですね、営業で、まあ、石井スタッフっていうのがいるんですけど、はい、まあ、見た目クールな感じのイケメンで、まあ、すごいおしゃれさんです、ね。土曜日、日曜日のイベントにはみんないます？あ、もちろんそうですね、みんないます。あと、最近若い女性スタッフが入りましたので、あ、本当ですか？はい、あのイベントの時にぜひ見に来ていただければと思います。本当ですか？はい、どんな子でしょうか？非常に真面目そうで、はい、すごい頑張ってくださる気がします。本当ですか？はい、ちょっと新しいスタッフです。よろしくお願いします。谷川さん、ぜひオバマ店に皆さん見に来てくださいっていう感じで、はい、オバマ店土曜日日曜日はこの中で早いイベントが行われます。イケメン田中スタッフも皆さん待ってますので、ぜひ遊びに来てください。以上、オバマ店からでした。皆さんのご来場お待ちしてます。